IQ 駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。当初はアケロンをネームシップとしてアケロン級と称されていたが、1913年に再種別された。1908年4月に成立したアスキス内閣では、社会保障の財源確保のため、自由統一党以来の海軍増強計画の見直しを進めていた。この流れを受けて、イギリス海軍では、 1908から9年度計画の B イーグル級、1909から10年度計画の A コーン級とコスト低減を重視した駆逐艦が建造されていた。1910から11年度計画の駆逐艦も A コーン級を元にした紹介性型として予定されており、これによって建造されたのが本級である。しかしこの時期、仮想的である。 ドイツ帝国海軍の大型水雷艇の速力は30ノットに達しており、従来のイギリス海軍の駆逐艦では劣勢となることが懸念された。このことから、イギリスの民間造船所の高い技術力に期待して、海軍本部の設計による基本型とは別に、設計、建造にあたって、各造船所に大幅な自由裁量を許した特型が4タイプ k 級石、建造された。 このアプローチは成功を収めたことから、以後のイギリス海軍でもたびたび用いられることになった。上記の経緯より、基本設計は、栄光音級に準じたものとなっており、線形も E 級以来の選手楼型が踏襲されている。ただし本級では、機関部の短縮を図り、H 級と比して、環境を約3メートル後方に移動した。また、しのげな改善のため、だけでなく、 環境付近の減速にもフレアを付している。アドミラルティ型では、機関構成は、基本的に H 級のものが踏襲されているが、蒸気の機関区画短縮の要請から、主ボイラーを一缶減らして三缶とした。主機は、パーソンズタービンとブラウンカーキスタービンがある。出力13,500馬力で、速力27ノットであった。蒸気の経緯により建造された特型では、 速力向上の要請から、指出力の増大を図っており、出力15,500から1万6 0 0 0馬力で、速力28から29ノットとなった。ヤーロー特型では、ブラウンカーチスタービン、ソーニクロフト特型では、パーソンズタービンと、いずれも従来通りの直結タービン方式であったが、パーソンズ特型では、初めて減速機を介した。 パーソンズセミギアードタービンを採用した。これは、高圧タービンと巡航タービンに歯車減速器を付けて、推進軸と直結した低圧タービンに結合させたものであり、高圧タービンと巡航タービンの効率向上が実現した。また、ヤーロー社に発注された特型のうち最後の3隻は、2万馬力のパーソンズ直結タービンを搭載した、ファイアドレーク特型として建造された。 兵装面では、エイコーン級の構成が踏襲された。艦砲としては、選手艦パンと、後部パンに40口径 10.2cm 砲を1門ずつ、また、後部パンに40口径 7.6cm 砲2門を装備した。水雷兵装としては、53.3cm 単装魚雷発射管2機を備えている。ありがとうございます。